会社も潰さない。で、誰も失業させない。そして誰も飢えさせないってことをやらなきゃいけないのが国の仕事。でも国はそれをやらない。だからどうしたらいいか。都がやるしかないんですよ。どうして都がやらなかったんですか、小池さん。おかしいでしょ、だって。国に対して激しく求めました災害救助。新型コロナウイルス対策、東京都、また日本として。こんにちは、速稼塾の久保です。東京都の時短要請が始まったそうですね。これかなり不自由だと思うんですけども、それから東京都では一番ね、例の感染症ってのが、まあ、人数も多いし、拡散力もあるんで、東京都民が極端な話で動かなければ全国に広まることはないとさえ言えるんですよね。ただ、人権というものがあったりとか、行動の自由というのは避けがたいものがあったり、経済のこともね、考えられますんで、まあ、致し方がない部分は結構あるなと思いますよね。で、私ね、その東京都知事の今小池さんですけども、あれね、フリップを出すだけで何なんだろうなと思うんですよ。具体的な施策は何もなくって、結局都民にお願いお願いお願いしかなくって、じゃあ小池都知事がね、何か実際に具体的に都民にやったことって何かあるのかなと思ったら、フリップ出して立ってるだけとかね、何なんだろうなと思いますよね。やっぱりね、大きな部分では山本太郎さんの15兆円の都債発行っていうのが、都民の命を救ったと思うんですけども、今となってはその道も断たれてますよね。で、小池さんもなんかね、自分なりのプライドがあるんで、山本太郎さんのアイデアを今更採用するわけにはいかないんですよね。山本太郎さんが言った通りにやれば、それはね、都民の暮らしっていうのはグラッと変わりますし、都民の暮らしが変わるってことは日本国が救われると思うんですよ。返す返す残念ですよね、山本太郎さんを東京都民が選ばなかったのは。まずね、本当に山本太郎さんの政策が実行されていたら、今ものすごく楽になったんじゃないかなと思いますし、無用の対立もなかったと思うんですよ。で、フリップがね、毎日毎日テレビによってパンと出されることもないですし、あれって小池さんがフリップ出すようなことなのかなと思うんですよ。あの程度のことは日本国民ちゃんとやってますよ。だから小池さんはね、個人の頑張りにいつまでも依存するんじゃなくて、東京都としてしっかりとした方針を打ち出してね、それこそ個人ではできないことを行政単位の大きな活力で救ってあげてほしいと思うんですよね。何なんでしょうね。国への提言も弱いですしね、それなりになんかスタイルを見せてますけども、パフォーマンスに過ぎないわけですよ。全然その力を生かしてないっていうかね、小池さんあんな人ではないと思うんですけども、でもあんな人なのかもしれませんよね。今思えば山本太郎さんが都知事になってね、公約を全部実現させてくれればすると思うんですけどもね、それだけでこの最悪な状況というのは避けれたんじゃないかなと思うんですけどね。今の不満の大部分というのは東京都知事を選ぶことに失敗した都民の選択の結果だと私は思えるんですよね。広島に住んでいながら余計なことかもしれませんけども、ただ東京都がリーダーシップを取らないと、他の自治体はもっとおとなしい知事ばっかりですから、ちょっとね、これは、本当にもったいないなと思いますよね。ということでね、この私の動画の後に山本太郎さんの動画ちょっとつけておきますんで、ご覧いただきたいと思います。この動画はちょっとね、他から持ってきたものなんで、そうだな、URL を下につけておきましょうか。この URL からぜひね、リンク飛んでみてください。東京都を誰に任せればよかったのかってことをタラレバでね、今わかると思います。この山本太郎さんの動画を見た上で、いや東京都今の状態でいいんだって思える人がいるとすれば、相当な強者だと思いますよね。じゃあ行ってらっしゃい。